さあ、じゃあやっていきましょう。焼きつく動画のパート5でございます。こうやって見るんだっけかな。アジアもう2人いるじゃん。見とこう。獲得外国人、アジアじゃねえな、オーストラリア、アジアだな、オセアニアでいいんか。ピッチャー、ジェームス。コントロールにはそれなりに、カーブに可能性を感じる。ピンチに弱くはないが、気が利いたけえな。レン、巨名、キャッチャーかな、違うな、外野手だな。何キャッチャーかなと言ってたな。外野は困っておらんよな。年俸2400万円、契約金7200万円の選手にどれほど期待できようかって感じですよな。ピッチャー、ジェームスだな。わかんねえな。カーブピッチャー、右投げ。取っとこう、一人。あーでもそうか、オープン戦まあいいか、取っておきます。いやーこれはしょぼいな。取って失敗か。トレードのコマにぐらいするにぐらいしか、トレードのコマにするぐらいにしか思い浮かばんぞ、こんな選手は。もう収支が月末1億5636万円必要だっていうのに、稼げるかそんだけの額を。はい、ジェームス。僕は軟性を研究しているジェームスを一軍に上げておこう。ジェームス。このジェームスよりも下のピッチャーってなかなかいないぞ、正直。どうすっかな。まあ球威がないだけでコントロールはいいかと考えたら、あでもみんなそれなりにいいな。広池ぐらいだよな、多分これよりも下かなっていう感じは。広池よりは右投げだしな、トマビッチだな、先発タイプの備え、トマビッチをまあ後ろ下に落とそう。こうすることによって、まあ、ジェームスが中継ぎに入ってるけど、こんな感じでいいでしょうね。まあ、うん。動画の方針があまり決まってない。ダラダラとやっちゃってるね。それはよくねえなと思いつつ。面白い話の一つでもできればいいなと思うんだけども、野球に関して今日見てたの、巨人阪神戦で藤浪が坂本にデッドボールを当てたっていう、それぐらいのことしか覚えてないな。それぐらいのことしかないね。恋にデッドボール当てられたいんだよね。パワープロじゃないわ。この焼きつくもね。よし、進める。3週前半だぞ、もう。この辺りの飛ばしていこう、ただっと。一気に、開幕戦まで持っていこう。ピッチャーは、常にミンチを投げさす。体力回復してるミンチをね。結果を見る。ボロ負け。ミンチでボロ負け。9安打打たれて、自責後。まあ、もう救いがないね。打撃成績で見てみると、ヒット打ったのが、まあ、中軸を打ってるし、瀬戸も打ってるのか。ちょっと、チコワド選手が。まあまあ、オープン戦だからね。オープン戦はやっぱり、選手の入れ替えとかしながらね、主力を温存するっていうのが、まあ、オープン戦でしょう。しかし、ゲーム試合を見せていきたいんだけど、試合見せるともう確実に時間がね、枠がね、20分ぐらいに動画収めたいのに、試合見てたら軽く30分とかいっちゃうよな。それが、よくねえとこだな。でも、球速いし。変化球さえそこそこにしてくれなってくれたらいいんだけど、カーブダメかな。焼き継ぐの本を読めばね、ある程度わかることはあるんだけど。難しいな。ちょっとカーブ磨いてもらいたい。怖い変化球ではあるけど。ジェームスの能力は見ないけども、川端コーチの何が教えやすかったかだけは知りたい。知っている。
ハーバードコーチ。ジェームスがどんなの選手かっていうのは、あのあれが咎める、両親が咎める、そこまでやっちゃチートだよっていう気がする。ただし川端コーチが何を教えるのが得意かっていうことぐらいは見てもいいんじゃないかなっていう、そういう甘えをさせてください。お願いします。川端はちょっと難しいな。ファームボーラーだな。ファームが A でカーブとシュートが BB だ。球威と制球はいいが、球威と球速はいいけども、コントロールは今一つ。だからまあカーブ B だな。カーブとシュートが B だから。まあ、カーブを知らない。ジェームスがカーブが得意かどうかは知らんけども。2軍に落とした、トマベチは体力っていうか、筋トレしたとこ。よし。気がすんなよ。気がすんなよ。気がすんなよ。よし。よしよしよし。いいね。あれ、尾形、こんな良かったっけ？ A、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 B とかだったっけ？守備 A だったっけ？怪しい。金本もいいね。アサインだっても全然いいね。木村拓哉かな、使っていきたいのにな。守備あげるか、守備。まあ、コーチはね。大体この野球つくの、あの、コーチによって大体、コーチによって大体ね、あの、成長させやすいとかさせにくいとかはもうほぼほぼコーチに決まるので、何が成長するかとかさせやすいかとか、そういうだからもう走塁を教えるのコーチ、教えるのが苦手なコーチなんかで走塁の練習なんかしてもあんまり伸びない、そういうふうによくできてる。瀬戸いいな。このままだと A がシーズン入る頃に A ができてさ、伸びてた伸びてないか分かんねえな、分かんねえなこれ。林かね、9位 B ぐらいになってくれたら嬉しい。うそ。まあ、急速伸びたらいいなって感じだね。わかんない。行きましょう。金がねえな。どうにかして金稼がなくちゃいけない。試合に勝って金を稼ぐ以外には、なかなか金を稼ぐ手段がないのはこのゲーム。またミンチを酷使していく。試合を見ない。あ、マトリックスとのオープン戦だったんだ。あの最初の1回だけでもうイチローと対戦しないとかなんか豪語してたけど、まだ1オリックス対戦することはありました。だから昔ってさ、多分この頃の野球、この頃のプロ野球は交流戦っていうのがないから、オープン戦の時だけパリーグの、セリーグはパリーグの、パリーグはセリーグのチームと試合するわけで、なんかこのオープン戦の時期が割と楽しみだったような気がするね。ロッテの黒木とかさいるけどさ、あのあんまりめったに見ることできないから、こういう風なそのオープン戦の時に投げてるのを見て、おっっていう感じでね、だったような気がしないでもない。ラウンド一応練習見て回ります。ささっとね、ささっと見ていこう。見ちゃうんだよな、とことんこの辺のオープン戦始まってる時期の練習もハードに、とことんハードに、これも十分いいよな。浅井と金卓どっちがいいんだろう。守備では金卓だけどって感じかな。どうです、まあみんな休んでるな。瀬戸だけが頑張って、瀬戸ジャイアンツっていう、瀬戸ジャイアントかな、あのマスカットの種類があって、あれ結構美味しい。確か桃太郎ぶどうとか売り出してる。美味しいんだけど、マスカットってなんか10個ぐらい、じゃあ5粒ぐらい食う頃にはなんか、あれこれ何食ってんだろうなみたいな感じになるよね。特に種がないやつだと。黒木、話をすれば黒木が出てきた。だが当てるのはミンチ、常にミンチ。ミンチもね、なんかあの、あまたボロ負けしとる。幸先不安だな、これ。ミンチがボロクソ打たれたらな。6失点だもんね。言い訳不要だわ。抑えてたウルソンまで打ち込まれてる。打撃成績はで言えば、もう打ってるのは金本と木村拓哉か。怖いな、焼きつくはなんかそのワンシーズン、あの勝ちに行くなんていうふうなプレイしたことないから、怖いな。
って勝てるんかな、ものになるんだろうか。なんかなんだかんだで10年ぐらいプレーして、であのお気に入りの選手をねめちゃくちゃこう S ばっかりにして楽しむみたいな、そんな風な楽しみ方しか知らんからさ。お、また一人獲得した、獲得じゃねえ、契約にこぎつけそうな。そこそこ有名なオーストラリアの選手の名前覚えてるけどな、ホリスとか知らんぞ。もしもあの小坂を取ろうとしてるトレードが失敗したら、このホリスを取ろう、ショートだし。ホリスの能力は知らんけど。あ、もう3月4週後半だ。これが最後のハードトレーニングの季節ですね、シーズンですね。ハードトレーニングができる時期。ちょっとキムタクがな、選球眼 D に固執しすぎたかもしれん。もしかしたら守備上げた方が良かったかもしれんな。まあ尾形と金本の守備がいいからなんとかなろう。うわー、瀬戸が怪我3ヶ月え、これもう無理でしょ、これもう無理でしょ。そしたらもう田村だよ、田村しかいないぞ。これはもう終わっただろう。実況終了です。終わったでしょ。正捕手が怪我したらもう無理でしょ。相川でも取るか、横浜から。横浜だったか、相川でも取るかな。こいつはもう何で退治しようか、これどうだろうな。の方あんまり多分成長してないよね、あんま速くなったとかあんま聞かんし。ああ高橋健あれだな、あんま人間が人間か。9位正規がねえのが怖い。なんだかんだフォアボール出すとな、気づいていくかな、そっから。うわこれどうする、瀬戸が故障だぞ。相変わらずピンチをね、ピンチを投げさせてる。ピンチ勝った、どうする。もしも外国人選手でキャッチャーとかいたらもうそれは即取ろう。多少守備に難があったとしてもキャッチャー取ろう、うん、外国人枠の問題とかないんだよな。うおー、こえー、金がねえ、金がねえ。今月の君に対する評価だが、通知表、通知表がね、毎年毎月来られてくる。 C、 3支配した C ランク外国人を獲得した、物ショップを建造、総評価 B。 なんとか9大点かな、さらなる上を目指してほしいと思うけどね。苦言を呈されてしまう。いや、まあ 9大点と言ってくれているからまあいいだろう。桜がもう季節になりました、ペナントレースの開催ですね。まあオープンじゃないわ、あの開幕試合見とこう。開幕3試合やって、まあ開幕戦は大事だから見とこうか。ガチャ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 、急げ急げ、応援また。金なさすぎるからちょっともう、ゴーグル、このゴーグルがあるとですね、あの昼間のプレーでも守備がねあまり落ちないっていうね。昼間は噂なのですが、北海道東北に有望な投手がいるそうです。もういい、来年のことなどどうでもいい、来年のことなどどうでもいい。まあマリーンズがあと2週半だからな、これにかけたいところがあるけども、チケット2000円でいいのかな、満員になったら3000円いけるんじゃないかなと思うけどね。開発グッズ501、500万円で1ヶ月。このスパンでどんどん作っていく。今のティリリっていうこの音がしたのは、月末の決算にお金がないけど大丈夫ですかっていう、そういうティリリっていう音だったような気が。音ですね。気がとか言わなくていいよ。確実にそうだ。ほらな、残念ですが、もう、あ、違った。こっちだった。ちょっと待って。1000万で1。3000万で1。
せよ、3000で2か。金ないな。年末に1億5000万円ぐらいいるっつってんのに、年末に1億5000万円ぐらいいるっつってんのに今1327万円しか金がない。怖い怖いよ。しかしこれが焼き付くの世界、お金の世界はシビアなんです。オープン戦は黒田でいきましょうか。黒田で、黒田どこにいる、黒田、黒田いいね、黒田に調整、黒田と、ミンチが3戦目に投げて、山内2戦目に山内を持ってこよう。まあとはまあ度合いを、度合いをしっかりじゃなくていいか。いやしっかりしたいけどな、ほどほどに。もうこれでもうこれでいこう。木村和義にバッティング、田村に、田村も正捕手として使わせてください。 BBB のままだけど、ディアスにもう総力とさせるしさ、させるしさ、ロペスに総力とさせるしさ、東ではまあ守備ですな、浅い守備だし、島は打力だし、新井はこっちでしょ、いや長打かな、長打行こう。野垣に守備させて、結局なんか全部自分に設置してるな。福地は総力、チコワザ選手は、チコワザ選手はこの辺から守備を鍛えていってもらおう。よかったなぁ。こうだかな、いや肩でいこう、長打。金本も守備、浅井は打力で、今だけも守備。ちょっと待ってよ、そしたらこのピッチャーの方も割とバラバラか。カーブあまり得意ではないだろう。小山田も9位で、こいつも9位だな。試験はちょっとコントロールに難がありすぎて D は怖い。横山隆二はこれでいこう。ウルソーカーブ。小林カーブは何を出せるし、まあ、これでいこう。ジェームスはもうひたすらカーブでいいや。カーブでは好き。よし、オッケー。結果見なくていいね。さあ、18分になってしまいましたが、我がアザラシーズのね、我がアザラシカープのね、アザラシカープの記念すべきオープン戦開幕試合をね、多くしていこうと思います。開幕試合1戦目は黒田と言いたいところですが、黒田の体力は回復しきってないので山内を開幕のマウンドに上げようと思います。打線はまあこんな感じだね。適当に組んでくれてるけど、まあ悪くはねえな。レフト金本でいいかどうかがちょっと気になる。守備変えよう。レフト金本と、はい、木村拓哉が変更。試合を見る。18分45秒。20分で収まらんね、残念ながら。さあ、開幕試合を見ていこう。球場は東京ドーム。監督は長嶋茂雄氏ですね。先発のマウンド、巨人の方は桑田真澄、似てるよね、マウンド。キャッチャーは村田慎一、ファースト清原、セカンド西、サード元木、ショート二岡、レフト清水、センター松井、ライト高橋由伸という、なかなかね、いい時代の巨人のラインナップですね。顔見りゃ分かる。顔見りゃ誰なのかが分かる。その程度にはこの焼きつくやり込んでるから。顔見りゃ誰か分かる。ロペスがいきなり塁に出たけど、松井怖いぞ。よし、初回は共に0対0で迎えて、0対0で、スタートして、言葉の語彙が実況できてない。このまま0更新するかな。清原を抑えた。
野村健次郎がサードで巨人にいますね。あれさっき俺元木とかになんか言わなかった、三塁あの時元木じゃなかったの、あの時もすでに野村健次郎か、野村健か。ヒットの数ではこっちが埋まってるけど、まあまあ、あと3回まで0更新、我が広島カープ、広島カープと言わないようにしよう、アザラシカープにしよう。警察が取れんな、ちょっとショートの東出の肩が弱い。フォアボール、フォアボール、松井にフォアボール怖いな。あ、でも抑えた。3回まで0対0、東でセンターフライ、ロペス三振、尾形ライトフライ、この回も三者凡退。巨人の方は今誰がセカンドゴロ、セカンドフライに倒れ、新岡が センター前、新岡もねこの時代はもうこの頃はもう押しも押される新岡って感じだけど、どうする、打つ、長打狙いでいっとこう、ね、この後フリーンかなんかも、おお、これは試されるね。正直スクイズしたい、ダメでしょうか、いいんじゃないでしょうか、いいんじゃないでしょうか、素晴らしい、素晴らしい、ナイス名言。これは監督の指示が際立っていたね。今日の山内は切れてますね、キレキレですね。強力巨人打線を4回まで0点で抑えてる、5回もここまで併殺、強力巨人打線を5回まで冷風というね、完封してます、完全に封じております。このまま投げさせた方がいいのかどうなのか、監督の手腕が問われますね。まあ、1対0だからこのまま投げさせた方がいいのかもしれないけど、巨人打線ってことを考えると、ここで一発ホームランっていうのは全然あり得る、松井にホームランだって絶対あり得る。清原よし、ピッチャーフライ、6回まで0点ゼロ更新、今日の山内は素晴らしい。5番だから4番は多分あれだよね、尾形だよ、盗塁できる、尾形盗塁だ、尾形なら走れる、セーフ、やっぱ足が速いってのはいいね。まあこの焼きつくのそのこのゲームに関して言えば、走力はかなり絶対なもので、キャッチャーの肩との計算でも絶対これはセーフっていうね、盗塁 かなり簡単なんですね。だからまあ走んないと損。まあそれ福本豊とかのね盗塁記録とか更新しようと思ったらね、それぐらいバンバン走れなくちゃ。7回に入ってもこの山内ピッチングの勢いを衰えるところを知らずとね、新岡村田とね抑えていっております。でもさすがにここは替え時じゃないか、バントさせればよかった、塁に残した山内、金本ここでホームランでも打ってピッチャーを、山内を楽にしてやってくれ、東ではあれかな、ロペスがちょっと調子悪いな、おロペス素晴らしい、ここで尾形がもう一本出ない、これヒット出たらランナー出たら変えよう、いや信じよう、山内と信じるだ、このゲーム山内と信じるしよう、やっぱ開幕試合ぐらいはねやっぱり信じないとね、開幕に指名した投手は信じないといけない、そういう風にあの決まってる、よしまあまあ9回は別にいいや、守備固めが言うてもいいぐらいだけど、ディアスに守備固めもいいしな、最後の野崎、さあ9回のマウンド、この小林館へ送ってんじゃないかよ、
山口そのまま完封してくれると思ってたの。まあしゃあないな。小林寛也に変えたとたで、小林寛也あれか、前の回から小林寛也に出てたんだな。18球ってことは打ち上げた、回またぎさせてたんだな、守護神。それはどうかと思うが、しかしまあちゃんと抑えてくれればよし、よろしい。清原和博、名前呼んではいけないあの人が出てるじゃないですか。薬物であれした人が、いやー東区レフトの守備怪しい。そうだ、これ元気に見えたんだ。やっぱ野村健次郎だったな、最初から。顔を見たら分かると思ってたんだ。思いっきり嘘吹いてしまった。さあ、残すところランナー1人、あとヒットリックが新岡です。モナオカです。なんでだよ、なんでだよ。なんでだよ、これで終われると思ったのに。野球は筋書きのないドラマですね。うわ、9回裏に追いつかれた。これはもう小林寛也代打出すさない。田村にダイソー出して小林寛也盗塁決めて小林寛也にバントだ。勝つ、絶対勝つ。これ読める皆さん、この字読める、この選手の名前を、チョミンチョルですこの当時なんか結構台湾の選手がちょ何度でバント解除したんだ今の間に。台湾とかの選手が多くてですね、巨人にはチョミンテとかチョミンチョルとかいたね。チョミンテとかも出ます。チョソンミ、チョミンチョル、チョミンテ入れて、あ、また解除されてる。ツーストライクでもバントだよ、ここはもう。バント、いけ。さあって金本ですね。川本、行く雪、安雪、なんて言うんだろう、だったかな。ロッテから移籍した、確か抑えのエースだったのですな、この時代のね。見逃してストライク。金本に全幅の信頼を置いて送り出す。この打席指示は送らない、長打狙いとかしない、その野暮なことはしない。金本なら考えてくれるはず。この打席何をすればいいかということをね。金本、鉄人金本だな、きっとね。兄貴と呼ばれた男ならこの打席何をすればいいのか。兄貴だわ、もうこれは。兄貴じゃない、兄貴。しかし東でもひでえな。全然当たる気がせんな。ツーアウト、三塁。投げた。金本三振はないよな、三振は。詰まった当たり。しっかりとキャッチ。一塁へ送球。ジャイアンツ。お、マルティネスだ。あのめっちゃ、何マルティネスかな。ドミニコマルティネス違うな。ちょっと思い出せんけど。そんな結構大柄な選手いましたね、巨人に。ああいう選手いいよね。ああいうなんか太ったような感じの選手なんかいいよ。面白いって思っちゃう。ちょっと待って。あ、終わった。高橋由伸を打席に迎えた段階で敬遠すればよかったと一瞬思ったのにもう時すでに遅し。さあ開幕から負けてしまいました。2戦目は黒田がマウンドに行きます。相手のピッチャーは上原浩司。完封負け。3戦目は横山を送り出しましょう。我がチームでもなかなかの指折りのピッチャー。相手ピッチャーは工藤。負け。めちゃめちゃ打ち込まれた。横山。2本のホームランに打たれて5自責点。ジェームズも打たれるわ。今
ひどい気も打たれるわ。いいとこね。もうやめるかこれ。泣きつくもうやめるか。いきなり巨人との開幕のカードでこんな3戦3敗3連敗から始まるようなこんな焼き作ってないよ。最下位沈んどる。うちのチームでランキングに乗ってるのは誰もいない。悲しすぎる。山内だけがベスト5に入り込んでるな。きっつ。ということで焼きつく実況パート5でした。ほな次のパート16でね。16ではなんか一勝したいね。なんとかね、まあ全部飛ばしながら行くんで、4月ぐらいは次のパート5で行くと思う。パート6か、パート6ではね4月ぐらい終わると思うけどね。ということでほなパート5はここまででした。パート6でお会いしましょう。